はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、東京ディズニーシーのタワーオブテラーの前に来ているんですけれども、今日はですね、このタワーオブテラーにある隠れミッキーを皆様にご紹介したいと思います。中にはこのタワーオブテラーがやっぱ怖くて乗れないという方もいるかもしれませんけれども、今回紹介するのはですね、このアトラクションの中にある隠れミッキーではなくてですね、この外にある隠れミッキーになりますので、誰でもね見つけることのできますのでね、ぜひ遊びに来た時にですね見つけてみてください。今いたところからですね、ずっと右に来ますと、このタワーオブテラーのですねファストパスの発見所がですねここにあります。これが目印ですね。この発見所をこのまま左の方に行きまして、ここまっすぐ行きますよ。ここまっすぐ行きますと、ここに柱があります。はい、でこの柱をですねちょっと下の方に行きますと、下の方に行きますと、はい、分かりますでしょうか。これです。ここに隠れミッキーがあります。はいはい、そしてタワーオブテラーに乗れる方はですね、ここのショップですね、タワーオブテラーメモラビリアっていうショップがあるんですけど、ここを出てですね、ここを出てまっすぐ進みます。そうするとここがねファストパスの発見所になるんですけれども、ここの横の柱ですね、こちらの柱になります。はい、ということで今日はですね、このタワーオブテラーの付近にある隠れミッキーの紹介でした。皆様もぜひですね遊びに来た時に探してみてください。それでは今日はこれで終わりにしましょう。ジョーマジックでした。バイバイ。